もう嫌だった。もうこれ頭見てこれ。はい、どうもこんにちは、ハゲリンマンチャンネルの YJ です。今回は嬉しい話と悔しい話2個あります。1個目のまず悔しい話なんですけど、友達がブロガー兼アフィリエイターになりました。おめでとうございます。お小遣い欲しいのはわかるんですけど、まあ、お小遣い欲しいのはみんな同じだから別にいいんですけど、扱う商材がいかん。扱う商材が、チャップなんたらとか、そういう効果のない育毛剤、効果のない育毛剤、チャップなんたらとかはめちゃめちゃ利益率良くて、アフィリエイトって、例えば、なんとか、効果のないなんとか育毛剤がありますと、これが1本8000円にしましょうか。8000円で、この商材を自分のブログとかで、おすすめのリンクとかを貼って、購入できる状態にしておいて、で、誰かがこの商品を買うと、例えば8000円のうちの 50% または 60% がそのブロガーの利益になります。で、この高価な育毛剤とかを売っている人たちは残りの4000円ぐらいが利益なんですけど、この4000円から例えば、まあ、高価な育毛剤なのでほぼ水同然なんで、例えばその原価の部分が300円だとしましょうか。300円だったら残った4000円のうちの300円引いた3700円分ぐらいがその高価な育毛剤を作った人たちの収入になるわけですね。で、別にお小遣い欲しい人が別にお小遣い稼ぐのは全然いいんですけど、効果のない育毛剤をみんながみんな広めまくると、どんな現象が起きるかっていうと、本当にハゲで困っている人が、なんとか僕はハゲを克服するために何をすればいいんだろうか、この薬を使った方がいいのか、この育毛剤を使えばいいのかみたいなことをいっぱい調べている時に、その嘘の情報に常に引っかかる状態になると、それはいかんのですよ。もう日本はね、ちょっと調べたら変な育毛剤にすぐぶち当たって、効果のないものにすぐぶち当たるから、そんなことやってるから日本はね、ハゲ対策の後進国になってしまったわけですよ。日本は経済的に先進国とみんな思ってるかもしれないんだけど、もう経済的にも先進国じゃないし、ハゲ対策系はそもそも先進国になったことはない。もう全然ずっと後進国、植毛の金額も他の国に比べて高い割に技術力もないから、もう本当に後進国、後進国でみんなお小遣い稼ぎたい時にハゲ対策系の効果のない育毛剤とかトニックとかいろいろ売りまくっているから、本当に困っている人が欲しい情報にありつけない、こんな状況になってるんだよね。でね、何がたちが悪いかっていうと、そのチャップなんたらとかブロガー兼アフィリエイターの人はね、効果がないことを知ってる。で、効果がないの知ってるけど、その自分のお小遣い稼がないといけないとか、家族を養わないといけないとか、そういう理由があってやめることができないんだよね。これ発信する人もそのいけないことをしてるっていうのは自分の心で分かってんだけど、やらざるを得ないっていうのがたちが悪くて、で、この嘘の情報を出すやつが 100% 悪いとは言い切れないんだけど、その正しい情報とかしっかりした情報を発信する人ももっと頑張らないかんと思うよね。別にさ、嘘の情報が Google 検索とか Yahoo 検索とかに溢れてても、それを上回るぐらいさ、正しい情報を出してる人の情報が出回ればさ、いいわけよ。だからさ、正しい情報を発信する人ももっと頑張らないかんと思うし、で、この見てる人にもちょっと協力できることがあると思って、正しい情報を発信してるなと思った人にさ、例えば YouTube とかだったらいいねボタンとかコメント欄とかにポジティブなコメントを残すと、その発信者とかって割と単純な人が多いから、あ、応援された、ポジティブなコメントを返された、もっと調べよう、もっと頑張ろう、もっと見てる人たちにいい情報を届けようっていう心理になるわけよ。だからその正しい情報を発信する人も頑張らないかんと思うし、見てる人も正しいことを発信してそうな人がいたら応援してあげる、これは結構重要だと思うよね。さっきね、応援って話が出たからね、次は嬉しい話に行こうと思うんだけど、その前に僕が YouTube で活動する背景の話も共有したいと思う。僕が YouTube で活動する背景はね、今28歳なんだけど、21歳とか22歳ぐらいの時からハゲ始めてきちゃって、いわゆる若ハゲって言うんだけど、ちょうどハゲ始めてくると、なんか友達からバカにされるわけなんだよね。まあ別に友達は本当にバカにしてるつもりはないんだけど、なんかバカにされたと思っちゃう。そして、なんか友達とか周りの人を見ると、あ、今あいつ心の中で俺の頭見て笑ったぞみたいな、そんなことをなんか妄想しちゃうわけよね。相手は全然そんなこと思ってないんだけど、そんなことを思ってしまう自分に気づいてしまって、そんなことを考えてしまう自分がもう嫌だった。周りを見て疑心暗鬼になって、
あいつ俺のこと見てみたいなことを考えるのってもう精神的に嫌なんだよね。もうそんな自分が嫌だったんだよね。だからこそね、若い時からね、もうハゲを直したくてね、いろいろ試してたんだよ。薬局に行ってさ、髪の毛生えそうなものとか買ってみたりして、いろんなネット通販とかで買ってみたりして、いろんな AGA のクリニックに通ってみたりして、いろいろ効果試したけど、なかなか効くものがなくて、で、ある時AGA のクリニックに行って、飲み薬、塗り薬、注射、この3つやってみたら、まあ、結構効果出てきたんだよね。でも効果出たのは結構値段が高くて、年間で90万ぐらいしたんだよね。20代前半で年間90万かけて頭なんとかしようって、ちょっと頭おかしいと思うんだけど、でもやっぱりその周りからバカにされるとか、あいつ変なこと俺思ってないかみたいなことを思ってしまう、そんな自分が嫌だったから90万ぐらい出して解決しようと思ったんだけど、20代前半のやつが90万、年間90万もお金出すって、もう正直バカげてるっていうか、お財布事情もうパンクしちゃうんだよね。お金持ちだったらいいんだけど、僕貧乏だったから、もうそんなお金ないわけよ。だからもう一瞬で90万払えなくなってしまって、でもう断念してしまう。で、またいい方法ないかな、ハゲ対策本当に効果あるものないかな、そしてお金かかんない方法はないかなみたいなことをいろいろ調べ始めたわけよ。で、そこで出会ったのが植毛ってものを発見して、植毛って後頭部から髪の毛毛根ごと抜いて生え際とかてっぺんとかに移動する、いわゆる在庫移動みたいなもんなんだけど、で、いろいろ調べると、その髪の毛の毛根の種類がそもそも違って、横とか後ろ、そしててっぺんと生え際は髪の毛の種類が違って、5アルファリラクターゼ1型とか2型とかいろいろあるんだけど、まあその説明は今度にするとして、その元々ハゲる髪とハゲない髪があって、この後ろの髪はもともとハゲない髪なんだよね。そのハゲない髪をてっぺんとか肺岩とかハゲやすいところに植えることによって、もうそこの部位はハゲませんみたいなことが分かって、あ、これいいんじゃないかみたいな思っていろいろ調べてみたんだけど、日本でいろいろ調べてみたら300万すんの?400万すんの?みたいな感じで、もうバカげた金額なんだよね。そのただでさえ年間90万も出すなやつが300万なんて出せるわけないじゃん。だからもう日本で植毛するのやめたみたいな感じで諦めてたんだけど、たまたま僕韓国とか中国とか海外に友達がいっぱいいたし、いろいろ調べるつてがあったから調べてみたんだけど、例えば韓国とかだったら日本の植毛の金額の半分ぐらいの価格でできるし、中国だったら3分の1ぐらいの価格でできて、え?みたいな。まあ安いってことは技術も低いんだろうみたいな感じで調べてみたんだけど、技術もそんな悪くない。しかも日本はよく調べてみたら植毛の先進国や植毛の後進国らしくて、他のアジアの国結構劣ってるわけなんだよね。で、技術も劣ってるのに値段も高いみたいな、え、なんでみたいな感じでいろいろ調べてみたら、まあ、日本のビジネス性に問題があるんだけど、まあそれも一旦置いといて、海外で植毛をするっていう選択肢が新しく生まれてきたわけよ。まあ結果的に中国で植毛してきたんだけど、この時点では全然まだYouTube とか全然情報発信してなくて、まあ植毛して本当に生えてきたらいいなみたいな感じで思ってて、で半年経ち1年経ち、もうガンガン生えてくるわけよ。で2年経ち、今2年半経つんだけど、もうこれ頭見て、これもうガンガン生えてるわけよ。もうずーっと生えてる。もう全然その育毛剤とか塗り薬とかもほぼ全然やってないのに、ずーっと生えてくるわけよ。やっぱりこの髪の毛の種類が全然違うから、もともとハゲない髪を移動させてるから、そいつはずーっと生えるわけなんだよね。もう全然お金も全然かかってないし、これめっちゃいいやんみたいな感じで思って、でこの自分が本当に体で体験していいなって思った正しい情報を、もうより詳しく知らせるために、ただ一回の自分の体験談だけでその情報発信するのもちょっと、まああんまり申し訳ないなみたいなものがあったから、本当に正しい情報かどうか改めて自分で調べて、それで正しかったら発信しようみたいな感じで思って、でその毛髪診断士っていう髪の毛に詳しい人が持ってる資格があったから、それを一から勉強して資格も取って、いろいろ髪の毛の知識とか、その植毛とか育毛剤でいろんな知識も詳しくなった状態で、よしこれで YouTube で情報発信しよう、自分が正しいと思った情報を自信を持って発信しようと思って活動し始めたわけないよね。僕の YouTube の活動の軸は、過去のハゲてた時の自分が喜ぶかどうか、そこなんだよね。で最初は YouTube の活動はその豆知識系のハゲ対策系の情報発信から始めていったんだけど、それだと過去の自分は本当にそれ求めてたかっていうと、全然求めてなくて、やっぱり一番求めてたのって、その日本で植毛すると300万と400万ぐらいお金かかってしまうけど、でも海外だったら結構安い、あでも安いけどどこに行けばいいのか分かんない、本当に合ってるのかな、正しいのかな、ちゃんとやってくれるのかなってことが分かんなかった、正しい情報なのかどうか分かんなかった、そこを分かってくれるように値段も安い、技術も高い、
そして信頼も置ける、そういうルートを開拓した方が過去の自分は喜ぶんじゃないかと思って植毛のルートを開拓し始めたんだよね。で、結果的に今は中国とマレーシアとトルコに3つのルートを開拓して業務提携して、海外のクリニックにこういう日本からこういう患者を連れてきたいと思うんだけど、やってくれないか、協力してくれないかってことを交渉して、いいよやってくれるよと言ってくれた腕利きのドクターのいるクリニックと提携をし始めたんだよね。で、この活動が最近ちょっとずつ活動が広がってきて、もう今日もそのズームの面談でいろいろ相談乗ってたんだけど、ハゲてる人からトルコの方で植毛したいですみたいな、先週の方も中国で植毛したいですみたいなことがいろいろ問い合わせが来て、いろいろ1時間ぐらい面談とかしてたんだけど、で、その中の活動で YJ さんのおかげです。YJ さんがいてくれてよかったです。本当にありがとうございます。勇気が出ました。応援しています。これからも頑張ってくださいみたいなこと、生で声をいただけるんだよね。結構最近 YouTube の活動で結構アンチのコメントが多くなってきて、あーなんかもうかったりーなーみたいなことを思ってたんだけど、やっぱり面と向かって、まあ面と向かってっていうか画面越しだけど、やっぱり応援してますとか、ありがとうとか、あなたのおかげですみたいなことを言ってもらうとめちゃめちゃ嬉しいわけよね。過去の自分が本当にお金もなかった、高い技術で植毛するところが欲しい、そして安心できるルートが欲しいみたいなことを思ってて、で、その今ルートを作った自分がいて、そのルートを使ってくれる人がいて、使ってくれる人から感謝のコメントが集まってくるのはめちゃめちゃ嬉しいわけよね。活動のモチベーションにめっちゃなるんだよね。で、さっきもちょっと言ったけど、 YouTube やってる人って結構単純な人が多いから、ちょっと応援されるだけでもめちゃめちゃモチベーションが上がってやる気出るわけよ。で、例えば YouTube のコメント欄とかにポジティブなコメントが出るとか、いいねの数が増えるとか、たったそんだけのことでもモチベーション上がるわけよ。もっと質の高い情報を出そう、もっといろいろ調べてみんなに価値のある情報を届けようみたいな、そういう感情になるわけだよね。今日本はさ、ハゲ対策とか調べると、いろんなアフィリエイト記事とか、いろんなチャップなんだとか、いろんな嘘の情報がいっぱい出てくるじゃん。で、正しい情報を発信しようという人もある一定数いるわけ。でも正しい情報を発信しようという人が負けてるわけなんだよね。例えばさ、 YouTube だとさ、シンプルメンズケアのコシノさんとかさ、生え際の魔術師の柴田さんとかさ、ジョーカーズの翔さん、哲さんとかさ、植毛美容師チャンネルの三上さんとか、ハゲラボの森さんとかさ、正しい情報を発信しようと頑張ってる人たちがいっぱいいるわけだよね。そういう人たちのモチベーションを上げるためにも、ぜひいいねボタンとかコメント欄、ポジティブなものが欲しいと思う。で、コメント欄とかってさ、割とネガティブなコメントが結構集まりがちなんだと思うんで、は、何それ、自分はこう思うのにお前なんでそのこと言ってんだみたいな感じで負の感情がいっぱいコメント欄に集まってくると思うんだけど、ぜひともね、いいコメント、いいアクション、いいサイクルを回すためにもね、自分がこれは参考になったらいいなと思ったものには、ぜひともね、ポジティブなコメント応援します、参考になりましたみたいな情報を発信するとね、 YouTube は結構単純だからね、ちょっとでも褒められるとみんな喜んでいろんな情報を集めてくるから、ぜひちょっとでもいいなと思ったらコメント残してほしいと思いますし、この今の僕の動画のコメント欄もポジティブな情報、ちょっとでもポジティブでいいな、ちょっと共感したなと思ったら、ぜひいいねボタンも押してほしいと思う。まあ急になんでこんな動画を撮ろうと思ったかっていうとね、その僕の植毛のツアーみたいな活動の中で実際に利用してくれる人から、ありがとうとか、本当にためになった、 YJ さんのおかげですみたいなポジティブなコメントをもらったからね、ぜひともその嬉しい気持ちを記録に残しておこうと思って動画を撮りました。また次回もハゲ対策系の動画もどんどん上げていこうと思いますね。ご視聴よろしくお願いします。このチャンネルがちょっとでもいいなと思ったら、ぜひいいねボタンとかチャンネル登録はしてくれたら、どんどんハゲにもなりますし、モチベーション上がってくると思いますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ寝るわ、おやすみ。